You miss 100% of the shots you don't take. はい、今日の海です。あれ、毎回ありがとうございます。今日は久々の休みで、ちょっと、もう近くでどこでもいいやっていうことで、いつも来る定食屋に来ました。ここもですね、宮崎市内の町地下ですね。で、通りはですね、普通に車バンバン通ってるとこあるんですけど、たまに行くんですよ、近いので。で、まあ常連さんばっかりなんですけど、結構にぎわってはいるんですね。で、昔からあるところで、ここもずーっとやられてるところなんですが、ちょっと暑いお茶はちょっと答えましたけども、暑いのに。お店の名前が立花というですね。なんで立花かっていうと、宮崎の人だったら知ってると思うんですけど、立花通りっていうのがあるんですね、宮崎市に。東と西とあるんですけど、ちょっとですね、宮崎のちょっと なんでかわからないですけど、10号線がですね、ちょっと西に行ってまたずっとぐるっと戻ってくるんですけどね、そこの地点を立花通りと皆さん言ってます。で、そこにここの食堂があるんですね。で、ワンコインまではいかないですけど、コスパいいんですよ。で、そして今回見てわかると思うんで、中華料理のメニューの中からこの中華丼をですね、いただきました。ちょっとラーメンと迷ったんですけど、ちょっと今回なんか中華丼食べたいなと思って食べてみたんですけど、ちょっと出てきた瞬間にですね、今日休みだからちょっと飲もうと思ってたんですけど、飲んでるんですけど、量が多すぎですね、これ。もうこれ、食った後言いますけど、死にましたよ。この量は。ラーメンですね。ちょっと次ラーメン行こうと思います。2人ほど他にもお客さんいたんですけどね。ラーメンでしたね。割と高齢の方が来られたんですけど、なんか久々、昨日ものすごく豪雨でですね、朝からもうカラカラに晴れて、ほんと雲一つないっていう状況になったので、この店に来た時に後々出てくると思うんですけど、水を飲みながら、この雰囲気ですよ、これ落ち着きますよね。俺だけですかね、こういうとこで一人でのんびり、なんか NHK のニュースなんか見ながら食べるんですよね。割と探せばですね、定食屋っていっぱいあるんですよ。東大元暮らしじゃないけど、いろいろこんな感じで紹介していきたいと思います。自分で取りに行くスタイルで、こうやってペットボトルでですね、注いで飲むんですよ。これがいいんですよね、このひと手間が。いや、美味しかったです。こんな量でも
まあ割と頑張りましたけど、美味しかったです。ちょっと今回動画短めですね。はい、なんか最近本当に増えてありがとうございます。チャンネル登録お願いします。